さあここからなんですけれども、少し皆さんと Q&A 長めに撮ってやろうかなと思います。山本太郎に直接道行くあなたが質問をしていただくということでございます。よろしいでしょうか。でね、お願いがあるんです。誰でもマイクを握れます。手を挙げていただいて私が指します。そういう形です。ただし10秒でお答えをいただきたいんです。10秒で質問をまとめてください。消費税やめるって言ってるけど財源どうするんですか。今ので6秒から7秒です。憲法についての考え方は今ので4秒ぐらい。私はね、長きにわたりこの池袋という土地に、住んできましたけれども、まあ、さまざまな政治家がおりましたみたいな話をされると、その方も質問する権利なくなってしまいます。10秒あっという間ですのでご注意ください。通りすがりのあなたにもマイクを握っていただきたい。直接山本太郎にご質問をいただけるというコーナーに入ってまいりたいと思います。どなたかご質問していただけますか。いかがでしょう、いかがでしょうか。じゃあそちらの、オレンジのシャツの方、そのまま手を挙げてください。あなたマイクが来ます。積極財政の話です。大いに結構な話だと思います。でインフレになっちゃいました。そこで、資金を調達するのに、国債の中でも物価連動型国債っていうのがありますので、それを、使うっていう選択肢っていうのはご議論されてるんでしょうか。はい、ありがとうございます。国債の中で物価に連動していくものということになっちゃうと、これ物価が上がっていくような局面においてはまずくないですか。そんなことない。マイク渡し上げてください。はい、もちろんその初め利回りがあって、でそれからインフレ率が上がると、そのプレミアムが、債券を買った人がもらえます。で逆に発行体は、まあ、政府ですよね。それは、インフレになっちゃうとそれを払わなきゃいけないので、政府から見ればインフレ率を抑えるような政策をしないと、自分で自分を首絞めるということになります。もしあれでしたら Google で調べてもらえば。ありがとうございます。はい、物価で変動してしまうというものに乗ってしまう方がまずいんじゃないですか。つまり何かって言ったら、今であるならば低金利でこれ調達できますよね。その時でおそらく、償還するまでの間もその低金利のままが固定されてしまう。固定のままでいく方がおそらく有利のように思えるんですけど、そういうことではないんですか。教えてください。そうですね、そこまでちょっとごめんなさい、あれなんですけど、インフレってこれ申し訳ない、他の方はどうか知らないんですけど、好景気の時にインフレっていうのは起こっているので、デフレになってみんな困っちゃったんですよね。なのでそのあたりのところを、まあ、満期まで持っている、国債を満期まで持っていれば、そのインフレ分のプレミアムをいただける、ちょっとごめんなさい専門的な話になっちゃったんですけど、そういったところでは今代表がおっしゃられたような、ごめんなさい、なんて言っていいんかな、難しいことっていうか、プレミアムが剥がれちゃうとかって、そういうことはないように思ってありますけど、すいません、そこまで勉強不足でした。ごめんなさい、単純に言うと時価かボカかの話だと思うんですよ。で私が言ったのは固定、例えばボカっていう形、その時の金利がそのまま、最後までいくっていう形で、いく方が、これは例えば途中で物価が上がった時とかにもそれは、なんだろうな、影響を受けることがないですよね。防火でいく。でもその時の状況によってその、金利が推移するような形の方を選んでしまえば、これは逆に言ったらこちらの 利払いとかが大変になってしまうという部分があるじゃないですか。で基本的に胴元は国なわけで、わざわざそれをなんだろう、一般の人たちに買っていただくというよりかは、どちらかというと金融機関相手に日銀挟みながらやり取りをする行為なので、だからそこまでのなんだろうな、買ってもらうことに対してプレミアっていう部分を最大限にしていかなくてもいいのかな。今でさえもちょっと、上乗せしながらお金返していってる状態ですよね、おそらく。ならそこまで心配ないのかなと思うんですけど、もう一回調べさせてもらいます。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。皆さんからご質問にいただいたことに山本が答えます。当然十分でない時もあります。高々山本太郎です。もしも山本が知らない場合にはご存知の方がいらっしゃったら教えてもらうと、そういうような形になっていきます。はい、どなたがいらっしゃいますか。10秒でお願いをいたします。じゃあ後ろの方ですね、あなたです。はい、眼鏡かけてる、はい、今私ですか。そのまま手を挙げておいてください。あなたすいません、カメラの並びですね。は
供託金の仕組みについて、どういう意見を持っているかお伺いしたいと思います。以上です。すいません、ありがとうございます。東京から立候補しています山本太郎と申します。1枚目の投票用紙には山本太郎、2枚目の投票用紙にはどうか全国どこからでも令和とお書きください。ご質問いただいた方ありがとうございます。供託金の話、供託金って選挙出るための入場料なんですよ。東京から立候補する山本太郎は、300万円の入場料を取られます。で、先ほどから2枚目の投票用紙比例と言ってますけど、比例の候補者になるとこれ入場料600万円なんです。1人、これ入場料だけなんですよ。こんなぼったくり世間に存在してますか？普通に考えて、これだけのお金を入場料としてのみ払わなきゃいけない選挙って普通の人出れないですよね。で、お金はそれでとどまりません。さまざまな、例えば選挙カーを借りるとか事務所借りるとかって言ったらもっと費用上がっていくんですね。おそらく選挙区だけで戦おうと思っても数千万円レベル必要になってくる、そういう話かと思います。これでは志はあるけどという人たちが入ってこれない。これは当然下げていくべきだと。まずは一桁下げたらどうだ、私はそう思います。はい、もっとアクセスしやすいように、チャレンジしやすいように、世界レベルに、世界基準に近づけていくべきだと。長谷川葵子さんあたりもね、あ、いらっしゃった、長谷川さんいらっしゃって。もう供託金にうるさい人がいるんですよ、うちは。はい、もう下げろ下げろとうるさい人がいるんです、うちに。はい皆さんこんばんは、供託金にうるさい長谷川葵子です。皆さん、供託金異常ですよね。これ世界で一番高い供託金なんです。選挙区300万、比例区600万、ありえない金額です。しかもね、新しい政党、 国会議員がいない、政党要件がない、あの政党というのはね、10人出さないとそもそもが政見放送とかできないんですよ。それぐらいハンディがあるんです。これって民主主義じゃないと思いませんか、皆さん。そうですよね。この間も説明させていただいたんですけれども、ドイツとかフランス供託金ありません。でも変な議員、まあいるかもしれないけれども、日本ほどじゃないと思いませんか、皆さん。日本の国会見てください。居眠りしている人、世襲議員、そして男性がなんと9割、50年ぐらい変わってないんですよ。おかしいと思いませんか。供託金0円にする、そして一票の格差は報道されるのに、供託金のことはほとんど報道されない。そこの報道陣の方、ぜひ供託金の問題も報道してください。よろしくお願いします。供託金にうるさい人なんですけどね、今日は手短に語っていただきました。ありがとうございます。長谷川葵子でした。ありがとうございます。2枚目の投票用紙には個人名か政党名です。長谷川葵子と書くこともできますし、令和と書くことができます。ありがとうございます。さあ、続きましていかがでしょうか。通りすがりのあなたにもご意見をいただけますよ。いかがでしょうか。こっち方面いけるかな、こっち方面いけますか。裏側、今うちわを胸元に持って今横を向いた方、あなたです。はい、そのあなたです。僕っつった人もう一回手を挙げて、マイク渡す人がわからないんで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとあの質問とは違って、これ要望という形になるんですけども、山本代表は国会に行かれたときに、ぜひこれ具体例という形で、訴えていただきたいことがございまして、非正規雇用、の人間が、職場までの交通費が自費で、払わなければいけない方が非常に多いです。でさらに、それに対してのかかってくる住民税も、結局、月に 2,3 万自己負担しているのにかかわらず、全額、いわゆる計算、あの計上されてしまうと。でさらにはあの社会保険に関しても結局企業側と折半じゃない、全額負担で、さらに、住民税に関しても当然正社員と違って、企業側と折半ではないので全額負担になる。でここら辺の非常に非正規雇用の人のやっぱりその、苦しみ、非常にあのその苦しみというのをあの具体例として、すみません、これ国会の方でぜひあの訴えていただけたら嬉しい限りでございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。非正規雇用の方からの本当に苦しい思いだったと思います。ありがとうございます。同じような仕事してるのに賃金安いなんてありえない話ですよね。非正規という立場にいる人たちを
正規の形にしていくということもこれからやっていかなければなりません。何よりも交通費も自費であると、もともと安く働かせるような働き方どんどん増大していってね、いつだって首切れるって不安定な働き方、コロナの時でもそうです。まず最初に首切られたの非正規からでしょ。生活困窮に追い込まれたのはまず非正規が最初だった。もちろん例外はあるでしょう。でも主にそういう方々が多かった。そういう方々はもらえる収入も少ない上に交通費まで自費、ひどいですね。こういう働き方変えていかなければなりませんよね。でそのためにはやっぱりこれ景気良くしていく必要もあるんですよ。今すでに十分に儲かってる企業などはそういうような取り組みをさせていくってことは絶対なんですけど、そうでなくて全体的に景気を良くしていくことによってそれが当たり前にしていくと。でね、その流れの中で私たちがやりたいことがあります。それは何か、不安定な状態にある雇用の方々を安定した雇用に変えていくってことです。じゃあそれが誰ができるんですかってことなんですけど、2つの手段を使いたい。1つは普段言っています消費税と並んで国が政府調達で日本の国産品を買っていく、メイドインジャパンを政府調達で買いまくるという話です。日本国内で作られた日本の人々の手によって作られたものを、製品を日本政府が買っていく、サービスコンテンツも買っていく。そうすればその作られる幅も広がる。それだけじゃなくて生産される拠点もここどんどん強化されていきますよね。円安の今だから国内に回帰させていくということも大々的にやるべきだし、そういうことになっていけば安定雇用が生み出される。すでにアメリカここで行われていることは皆さんご存知の通りです。バイアメリカン政策、1年間で66兆円ものお金を使って国内に力を集めるってことを今アメリカやってる。これこそが本当の国防でしょ。その中で安定した雇用を数多くしていくっていうのが1点。そしてもう一つ、特に私たちと同じような年代の方々、ロストジェネレーション、国の誤った経済政策によって97年以降30年に及ぶ不況、これ政治の失敗に生み出された本当に抜け落ちた世代ですよね。つまりはいい大学入れよ、就職しろよ、そしたら30なる頃には家も買えるぞ、車も買えるぞと洗脳をされた世代。実際は社会に出てみたら不景気で就職先もない。最初にアルバイト、非正規、そういう仕事をつないでいきながら社会が回復した後にも自分は正規になれない。どうしてか、その時の新卒が正規として働いていく。何年も何年も自分はどんどん肩落ちをしていきながら今に至るまで低い収入のまま働かされている。そういう方々いっぱいいらっしゃいます。そういう不安定な人たちを国がしっかりと雇用の受け皿作らなきゃダメですよね。つまりは何か、公務員の数増やさなきゃダメなんですよ。特に景気の悪い時には絶対です。そういうことを言うとバカなんじゃないのか山本と思われる方いらっしゃいます。例えば維新、国政政党の維新なんかはこの公務員に対してバッシングを行っています。どうしてバッシングするか、公務員から殴り返されないから、ガス抜きのためには一番適してるっていう考え方なんですね。おそらくそうじゃない、公務員の給料が下がってやったーっつってる間は民間の給料なんて上がりませんよ。逆に公務員の給料下がるためにみんなの給料も下がっていくような空気になっていきますよ。必要なことは何か、みんなが公務員並みの給料になるような景気を上げていくようなことを国がやっていかなきゃダメなんですよ。話戻りますと、不安定雇用を最大化させてきたこの30年以上の間、本当に苦しい思いをされてきた方々たくさんいらっしゃると思う。特に景気が良くなってない今もできることが一つある。それは国が受け皿、雇用の受け皿を作る、すなわちこの公務員を増やしていくってこと。世界で見てみて、1万人あたりの公務員の数、日本は極端に少ないよ。どれぐらい少ないか、アメリカ、ドイツの半分以下が日本。1万人あたりの公務員の数を見たらアメリカ、ドイツの半分以下、イギリス、フランスの3分の1以下。つまりはみんなのイメージの中では公務員が多すぎると思わされている。でも違う、極端に少ないんですよ。公務員ってあなたの生活を充実させるためのさまざまなサービスを与えてくれる存在、それだけじゃないですよね。雇用の受け皿として安定した処遇で社会に対してしっかりと経済活動を行う主体として必要な受け皿なんですよ。これに対して不安定雇用にある人たちを
私は公務員化していくってこと必要だと思ってます。ただし景気が良くなっていくときには雇用も逼迫してくるでしょう。その時には民間にも移動できるような形を取っていく。緊急避難的な公務員枠をまずは拡大していく。そして今非正規の形で働かれている方々、公務員の非正規化広がってますからね、ここをまず正規にしていくってことも必要です。何よりも安定雇用必要なんじゃないですか。やらせていただきたい。その先頭に立つのが令和新選組です。さあ他いかがでしょうか。いかがでしょうか。そのチラシを掲げてる内輪型のあなたです。今横に振ったあなた、ありがとうございます。ですね、同じ金融財務を扱ってる、人生の先輩、麻生太郎さん、そして萬田銀次郎さん、これは山本康平さんにとってはどういうふうにお考えになっておりますか。お願いします。ありがとうございます。選挙の時にいろんな名前言われちゃうと困ります。1枚目の投票用紙、山本太郎でお願いします。ありがとうございます。まあ、いろんなお話が出たと思います。麻生太郎さんと、そしておそらく、南の帝王という金貸しのストーリーの中に出てくる萬田銀次郎さん、萬田銀次郎さんというのは何かって言ったら、10日で1割という、高利貸しをやってる方なんですね。でもこれは正義の味方なんですよ。結局悪い目に遭って、もうとんでもない借金背負わされて痛い目に遭ってる人たちを救うんですよ。結局はそういうようなヒーローなんですね。金融界の水戸黄門みたいな話になってるんですけど、そこで私も古文役で出てた時代がありました。多分そのお話だったと思います。そうですね、萬田銀次郎さんがおそらくこの場にいたとしたら、言うだてお前景気ようならな話ならへんやろ。2枚目の投票意思は令和で決まりや。大丈夫ですかね、これ裁判とかされませんかね。すいませんね、ありがとうございます。はい、もう声が枯れてるところにね、この喉を締め上げるような喋り方よくないんですけれども、やってみました。ありがとうございます。で、麻生太郎さんですよね。麻生さんはこれ本当に立ちが悪い。だって麻生さんね、野党時代私たち令和新選組と似たようなこと言ってたんですよ。要は簡単に言ったら、日本には円があるだろって、通貨発行権があるんだって、要は金は出せるんだよって、借金なんだそれって、すって返せやいいじゃないかっつってたんです。でもね、麻生さん結構むちゃくちゃなこと言う人だっていうイメージがあるんですけれど、実際に通貨発行権がある国、日本とかイギリスとかアメリカとか、それぞれ社会にお金が回っていない時にはお金の量を増やして足していくことができる。これ当たり前の景気安定策であり、経済政策の一丁目一番地なんですよ。だから大体間違ったこと言ってるんですけど、このことだけは合ってんです。それが麻生さんかなと思います。で、一度権力ね、かなり、野党時代はそういうようなね、積極財政やるってことをアピールしてましたけれども、今はどうやらもう完全に財務省の、化身となって、逆に言えば、積極財政じゃなくて消費税を上げていくべきじゃないかっていうような多分考え方なんじゃないかな。おそらくこれって、ポジショントークしてるだけだと思うんですよ。一番はこの国に生きる人々の生活を底上げしたりとか、日本という国のステータスをどんどん上げていくために、まずは経済で世界を凌駕するんだっていうような気持ちは一切ないと思いますね。まずは自分たちの帝国をいかに大きくするかっていうところに、一番熱心なんじゃないかな。もう言ったって知れてるじゃないですか。この先ね、麻生さん50年は生きないでしょ。いや申し訳ない、その人生の先輩として年齢的にね、あと50年生きるっていうことだったらまだそういう帝国を大きくしたいんだっていう野望はわかるけど、言ったってもう80代の方でもうそれぞれいいポジションもついてきたわけだから、そろそろ世の中のためにやってほしいですよね。でもごめんなさい、やらないんですよ。やらない、権力持ったのにやらなかった連中がこの次やるなんて話ないんです。だから新しい選択肢がそれを前に進めるしかない。徹底した積極財政、それによってこの国の25年の不景気、そして社会が壊れていったものを修復するためには、その先頭に立てるのは私たち令和新選組です。どうか大きくしていただきたい。それができるのはこの選挙、その権利を持っているのはオーナーのあなた、どうかお力を貸していただきたいと思います。ありがとうございます。すいませんね、麻生さんの真似したら完全に喉が潰れるからやめときました。
じゃあそちらの方行きましょうか。はい、そちら手挙げてらっしゃる方、はい、あなたですね。3人がかりで手を挙げてた方です。ありがとうございました。1点質問があります。消費税を廃止することで富裕層や大企業の方に影響があるとおっしゃいましたが、それ以外で影響のある方々や状況や分野というか、そういったのはあるんでしょうか。ありがとうございます。何かもしも気になる分野がありますか。単純に大企業以外で困る方がいらっしゃらないのかなっていうのが疑問に思います。ありがとうございます。はい、もう一回言ってください。何を下げて。ありがとうございます。話戻りますね。消費税の話に、消費税をやめることによって不都合を被るのは誰かというご質問だと思います。で、先ほども言いました、消費税収のうち社会保障に使ってるのはそのうちの一部なんだよ。みんなのための社会保障のために集めてる税金が消費税ではないって話しました。その多くが消費税を上げるたびに下げられる法人税、こういうような形でずっと進行していってんです。セットなんです。消費税上がるときには法人税安くしてもらえる、金持ちに減税してもらえる、これがセットなんですね。だからこれをやめたとしてもその影響を大きく受けるのは、これまで下げてもらってた人が下げてもらえなくなるっていうことですね。一方で皆さんにとってどれぐらいのマイナスが出るかってことは、おそらく今、基礎年金の国庫負担分、この、一部を消費税の財源を使って払っていますって国は言ってます。だからその部分は消費税をやめた場合には別の形で埋め合わせをしなければならない。例えばですけど通貨発行でまずは入れていく。で、消費税をやめたことによって消費が喚起され、そして当然景気が良くなっていって全体の税収が上がってきた時には、これ通貨発行ではなくてその税収が上がった分から回していけばいいだけの話なんですね。それだけのことだと思います。逆に言ったら消費税をやめることによって皆さんにデメリット部分よりもメリットの方が大きいってことです。だって景気良くなりますよ。1万円の買い物して1000円取られてた罰金払わなくていいんですよ。これ収入が低い人たちにとって消費税って1年間でどれぐらいの負担になるかっていうのをざっくり言ったら、だいたい1ヶ月分の所得ぐらいにこれなるそうです。つまりは消費税がなくなるってことは、これ1ヶ月分の給料自分の手元に置いておけることになる。当然一部は貯金に回るかもしれないけれども、食べたかったもの、必要なものにお金は回っていく、当然ですよね。誰かの消費が誰かの所得に、これが拡大していく。まずはこれを呼び水として絶対にやらなきゃいけないことだろうと考えています。ありがとうございます。さあ、いかがでしょうか。そろそろ最後になりますかね。いらっしゃいますか。通りすがりの方でも結構ですよ。いかがでしょう。はい、じゃあもう一番前の方行きましょうか。全く前無視してここら辺やってましたからね、すいません、申し訳ないです。無視してたわけじゃないですけどね。すいません、令和が立ち上げた時から太郎さんのファンで、この人が国を変えてくれるってずっと見守ってきました。質問は手短にいきます。日本のペットビジネスが世界から見ても異常だと感じていて、時々山本太郎さんの凱旋でペットについてのお話も動物についての聞くんですけども、太郎さんのお考えのこれからの日本のそのペットのビジネスの、まあ、部分にどう対応 していってくれるかっていう、そのお考えを聞きたいと思います。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。東京から立候補です。1枚目の投票用紙には山本太郎とお書きいただきたい。2枚目の投票用紙には令和とお書きください。ご質問ありがとうございます。あまりにも動物の命ないがしろにされてます。この国では命というものの値段が、価値が非常に低いんですね。で、これ動物だけじゃないんですよ。人間だってそうでしょ。会社に使い潰されたりとか過労死、これ世界で通じる言葉ですよ。津波、台風、そういうものと同じように過労死、これ世界で通じる。
そんな国なんですよ。つまりは何かっつったら、命に対してかなり価値が低い。だからこれ変えていくしかないんですね。労働環境を変えていくことによって人間のその生き方、働き方ってものを変えていける。一方で動物っていうのはこれ受け身ですもんね。自分たちで変えられない。飼い主によっては地獄を見るっていう状態ですよね。でもその命の売り買いが雑に行われるっていうことになるんだったら、当然捨てられる子たちも増えていくし、それが増えたってことで殺処分されていく子たちも増えていくと。あまりにもありえない話ですよね、そんなの。だからやりたいことは何かっつったら、私は究極は生体販売禁止にしたい。そう言うと、今ペットショップを営まれている方々にとっては非常に嫌な話かもしれない。でも世界ではフランスなどでも生体販売の禁止っていうものが法律化されたりしている。このフランスでのあったこの話し合いっていうのはどういうふうに決着をつけたのか。要は民業ってところを圧迫するような形で法律を通して、一体そこをどう保障していったのかなど、まだまだ詰めなきゃいけないところ、知らなきゃいけないところがかなり多いんですね。少なくとも命を簡単に扱えるようなやり取りが国内で商いとして成り立つっていうのは良くないと思ってます。一方でその食肉、私たちが生活をする上で食べていかなきゃいけないもの、飼育されているような、ものたちですね、非常にしんどい環境で働き続けている。狭いケージの中で人生終わらなければいけないとか、あまりにもそういう扱いないですよね。アニマルウェルフェア、そういうことも含めた上でもっと前に進めていきたい。その前にまず私たちがさらに知らなきゃいけないことが数々あると思っています。考え方としてはそういうもの、そこからさらにどういうふうに衝突する部分、利害が衝突する部分を解消していくのかってことの、私たちがやっていかなきゃいけないことなのかな。まずは海外の事例を参考にしながらそこを深めていく必要があると思っています。すいません、すっきり言わず、ありがとうございます。令和新選組代表、山本太郎と申します。今日はボンダンスパーティーでございます。ケーキ爆上げでございます。というわけで、この後ですね、皆さんにもこのまま終わるわけにはいけませんからね、何かもう一発ボンダンス皆さんで一緒に踊れたらなんて思うんですけども、いかがでしょうか。よろしいですか。景気が悪い空気の中、景気を良くしていくためには政治を変えることが一つと、景気がいい空気をどんどんみんなで醸し出していくということが重要だと思っています。どうか皆さんも一緒にステップなどを踏みながら楽しい夜を過ごそうということでございます。マイクオフが8時でございますので、ちょっと待ってくださいよ。よろしいでしょうか。さあ、盆踊りはイマジン盆踊り部の皆さんでございます。それでは山本太郎さんと一緒に大きな輪を描いていきたいと思います。皆さん、中心があそこなんですね。はい、踊り子の皆さんの周りを囲んでいただいて、小さな輪から大きな輪、ここから世界中360度大きな輪を広げてまいりましょう。それではいきます。心はいつでも360度。
令和新選組代表山本太郎と申します。景気よくしていきましょうよ。景気爆上げ盆踊りパーティー、そういう形でお送りをしております。選挙もう始まっております。毎日がこれ投票日なんですね。どうかお近くの投票所足を運んでいただきたいと思います。1枚目の投票用紙には東京のお住まいの皆さんには山本太郎とお書きいただきたい。そしてうちのすいませんお願いします。2枚目の投票用紙は個人名または政党名で書けます。個人名が覚えられない方は令和とお書きください。もしくはうちの魅力的な候補者、どうぞ一言ずつよろしくお願いします。皆さん、長谷川由子です。令和新選組と一緒に消費税を廃止して私たちの未来明るくしていきましょう。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長谷川由子です。比例で立候補してます。令和新選組長谷川由子でした。続いて蓮池徹です。原発の安全審査なんてやらせで時間稼ぎだけだよ。蓮池徹です。お願いします。エネルギー転換する時来てるんですよ。大きな地震には耐えられない。でもこの後ね、30年8割の確率で大きな地震やってくるんですよね。南海トラフでしょ、首都圏直下、やばいですよ。それを考えるともうこれやめるしかないんです。だってね、首都圏直下だけで考えてもこれ阪神大震災の、5倍、東北の震災の3倍です。20年間の経済的損失731兆円、それに耐えられる原発あるわけない。南海トラフは阪神大震災の17倍、東北の震災の10倍、20年の経済的損失1410兆円、これに耐えられる原発はありえない。大きな地震と大きな核災害同時に何とかできるもんですか。無理ですよ。だから必要なのがエネルギーの転換、私たちが訴えているグリーンニューディール。簡単に説明してもらっていいですか。はい、グリーンニューディール、脱原発グリーンニューディールはエネルギーを国産化して、食料を国産化して、そして国内の産業をしっかりと振興して、それで雇用を生み出して賃金を上げていく政策のことです。これを実現して私たちの未来勝ち取っていきましょう。やっていきましょう。政治を通してやるしかない。そのためのチャンスがこの参議院選挙。どうか令和新選組をあなたの力で大きくしてください。よろしくお願いいたします。令和新選組、2枚目の投票用紙比例にはどうか長谷川ういこと書いてください。そして蓮池徹と書いてください。名前がわからない人は令和と書いてください。お願いします。ありがとうございます。
そしてここ東京にお住まいの皆さんには山本太郎と書いていただきたい。とにかく一議席でも国会の空気を読まずに国会のテーブルの下でぬるっと手をつなぐようなそんなことには加担しない。徹底的に地べた這いつくばってでも筋を通すというややこしい存在を国会に送り込んでください。令和新選組でございます。ありがとうございます。さあここからはインフォメーションです。皆さんそのままでありがとうございます。令和新選組頑張れよ、そう思ってくださる方がいらっしゃれば非常にありがたいです。ぜひあなたのお時間、大切なお時間の30分でもお手伝いいただけないですか。ボランティアセンターがございます。東京、新宿南口から徒歩5分、場所につきましてはお手元の端末で令和新選組のホームページ、もしくはあちらのテント、上りが立ってありますテントでご案内ができるようになっております。どうかよろしくお願いいたします。そしてですね、はがきがございます。はい、持ってきて。このはがき今日が最終日です。受け取っていただきたいんです。ごめんなさいね、中には現金入ってません。自民党みたいなことできなくて申し訳ない。私たち広島方式は取りません。この中身何かと申しますと5枚のはがきが入っております。裏をめくると名前、住所、空欄になっています。どうかあなたのお友達、ご親戚などをご紹介いただけませんか。あなた一人という存在から横に広げていく草の根のツールです。全ての政党に許されたこのツール、公職選挙法上 OK のものですので、どうか1枚でも多くのハガキ、一部でも多くのこちらの封筒をお持ち帰りいただき、お友達、ご親戚などをご紹介ください。これが増えれば増えるほど私たちの仲間たちが国会に一人でも多くこれを送り出せることの力となりますので、よろしくお願いいたします。そしてこちらのハガキ、書いていただいたものはそのままポスト投函されてしまいますと無効になります。ご注意ください。必ず封筒に戻してその封筒ごとポスト投函をしていただきますようによろしくお願いいたします。そして今私が手元に持っておりますこちらのポスター、あなたのお家の壁に貼っていただけませんか。一人でも多くの方々が、あ、こういう選択肢ってあるんだねって気づけるようにお願いをいたします。アパートマンションの方でも大丈夫、窓の内側から外に向けて貼っていただければこれ壁と貼ってるのと同じ効果を持ちますので、皆さんお持ち帰りいただきたいと思います。あちらのテントの方で、受け取れますのでよろしくお願いいたします。この後超高速で山本太郎、大丈夫ですか時間は、蓮池徹、そして長谷川ういこと山本太郎と、フォーショット、皆さん記念撮影この後超高速でやっていきたいんですけど、どうか撮っていただけないですか。君たちと写真撮って何か得することあるかな。もうそんなややこしいこと今考えなくていい。ノリでノリで撮ってください。罰ゲームとして撮ってください。そしてネット上に上げるなどもご自由にお願いいたします。どうか、この後写真、撮る場所また教えますね。でお願いがあります。ワンコインで応援してくれる人を募集中です。選挙には莫大なお金がかかります。どうかあなたのワンコインで応援してください。よろしくお願いします。この後写真撮ってまいります。1枚目の投票用紙は山本太郎、2枚目は令和、比例は令和、長谷川ういこ、蓮池徹、ありがとうございます。